俺の名前はエコマイエロー安政だ。徳川四天王の一人榊原康政の遺書を引き継ぎ、岡崎の町、そして地球の環境を守っているんだ。俺は地球温暖化問題に力を入れている。みんなは地球温暖化についてどれぐらい知っているかな。今みんなが住んでいるこの町は昔と比べると暑い日が多くなってきているんだ。どうして暑くなってきているかって、それは地球温暖化の原因と言われている二酸化炭素が増えすぎてしまったからなんだ。地球は太陽の光で地面を温められ、その地面から放出される熱を二酸化炭素などの温室効果ガスが吸収し、大気を温める。近年、この二酸化炭素などの温室効果ガスが増えすぎてしまい、たくさんの熱を吸収することで地球が暖かくなってしまっているんだ。地球温暖化の問題はこれだけじゃない。みんながただ暑い思いをするだけじゃなく、南極の氷や氷河が溶けて海の水が増え、低い土地や小さな島が海に沈んでしまうかもしれない。日本にも影響が出てくるぞ。日本では集中豪雨が増えたり、農作物が育たなくなったり、これまでにはいなかった害虫の被害が増えることも心配されている。他にも気温が上がることで熱中症になりやすくなってしまい、それで命を落としてしまうことだってあるんだ。このままみんなが二酸化炭素をたくさん出す生活を続けてしまうと、21世紀末には最高気温40度を超える日が何日も続いてしまうかもしれないぞ。地球温暖化の深刻さ、みんなに伝わったかな。地球温暖化を防ぐためにみんなで行動していこう。まずは無駄なエネルギーを減らしていくことだ。みんなの家庭では電気、ガス、ガソリン、灯油などを使うときに多くの二酸化炭素を排出している。だからこれらの無駄をなくしていこう。例えば車の利用を1日10分控える。近くに出かけるときはなるべく車を使わないように心がけよう。その他にも夏の冷房の温度を1度高めに、冬の暖房の温度を1度低めに設定する。誰もいない部屋の電気を切る。シャワーの時間を1日1分減らすなど、みんなのちょっとした努力が必要なんだ。地球温暖化を止めるには俺だけの力じゃ足りない。みんなの力が必要なんだ。一人一人のちょっとした努力を続けていくことで未来を変えることができるんだ。俺に力を貸してくれ。みんな頼んだぞ。